ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第6節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。パトリック・アンデション、5分過ぎました。ルチッチ、イワルセン、キラーパスになるのか、メルベリ、25分経過。スローイン、フリーにさせてはいけない。ファーサイド、スイルシャー、アレクサンドショ、アルバック、ベルグ、ツールシャール、オフサイドにはならなかった。折り返す。前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ後半戦キックオフです。イワルセン、シュート、エクセレントゴール、見事な先制点。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、動き出しが素早いです。まさに神業。カリュー、シュート、コーナーです。さあチャンス到来。後半10分が経過しました。ベルグデルム、
ツールシャール、シュート、コーナーキックです。チャンスボールになるか、ベルグ、シュート、これは惜しい。ドリブルで上がるレオナルドセン、ラーション、危険なタックル、ここは集中しなくてはなりません。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。ツールシャール、ダイナミックゴール。ここで確実に得点を奪います。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。試合時間は75分を過ぎました。おっと奪った。カリュー。頭でつないで、アレクサンドショ、ベルグデル、いいボールが出た、イワルセン、ニクラ、メルベリ、エイリクバック、これはゴールキック、外してしまった、これは決めなければいけない。リンデロース、アレクサンドショ、ルチッチ、ベルグデルム、ヨンセン、おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。粘り勝ちです。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。